でもその私の隣の隣の隣で傍聴していた日本共産党の国田さんなんですけど、国田さんが私がやじっているのを聞いて私のこと睨んで黙って聞いとけ、そのように私を叱責してきて、いやいやいや叱責するなら自民党だろうっていうね、なんか私は本当にある意味日本共産党的だなって思いましたね。国田さん誰にも文句言ってなかったのに、やじってる私に対してだけ黙って聞いとけやって、誰なんですかって、他の組織の人なのにそういうふうに言えるっていうのは、まあ令和を見下している、あるいは女性の私を見下している特有の態度だなっていうのをすごく思ったんですよね。まあその時は言い返さなかったんですけど、まあそうすると国田さんがなんか途中で、あ、まずかったかなって思い出したのか、逆にヤジ入れ出して、最後は私よりでかいヤジで締めていたので、どうなってるんだって思いますけど、でも結果としては、その私のヤジによって日本共産党がまずい、国田さんがまずいと思ってヤジったんであれば、良かったんじゃないかなっていうことで、まあ世直ししたのかなとは思っております。